太陽が昇る遠い国に小さな王がいました。小さな王はたくさんの問題に立ち向かっていました。すべての町が侵略され大敗していたので、王はそれを気に病んでいました。心配でいらっしゃるのです。ワールドカップで日本が負けたことじゃ。王様、もっと大切なことはたくさんあります。もしコマノがゴールを決めておれば。王様に申し上げたいのです。我々の王国は多くの問題を抱え、国民は苦しんでいるのです。あ、そうじゃった。我々の国民、それらの問題はお前に任す。王戦の通りに、王様。大臣は邪神家だったので、王様の関心のなさを大いに利用し、王様を老いから継ぎを落とすことを決めました。完璧だ。すべてが計画通りだ。大臣は護衛兵たちを買収していたので、彼の計画はうまくいっていました。大臣は一人の護衛兵にお金を手渡し、他の護衛兵に巻物を手渡しました。ゴイヘイはその巻物を開くととても喜び、大臣もゴイヘイたちも静かに立ち去りました。でも大臣はある人を騙すことができませんでした。その人はお姫様でした。お姫様はいつも向こう見すで町で送ることを見るために城から抜け出すのが好きでした。なぜならお城には愛はしているのマンゴがありませんでしたから。マンゴとお前の命だ。どっちがいいんだよ。この娘から何かを盗もうなんて許さないぞ。お怪我はありませんか？私のマンゴ、全部自分で解決できたのに、手助けはいらなかったのに。せめてお礼をおっしゃってください。もし帰らなくていいのなら、どうやって一人で我が身を守るか、あなたにちゃんと見せてあげたわよ。実は、従者は隣の国の王子でした。一方、王様の食事の場では、王様と王妃は、酒からを添いてくれ。食事をしながら、お姫様の結婚式を計画していました。あ、そうじゃった。
そなたは結婚するのじゃ。いえ、しませんわ。軍隊に加わるためにここに参りました。そうか。この方はお前の婚約者だ。メールを届きませんでしたか。しかし、しかし、私は戦うためにここに参ったのです。私たちは姫と共に持参機サケコラを差し上げます。両親が全て留守しておられるぞ。お二人はこんな方と私を結婚させたいのですか。王子様は戦いの準備をしている間、大臣を探しに行きました。その時、王子は大臣が敵の軍隊に秘密の技術を教えているのを見ました。王子は大臣が裏切り者だったということを知りました。そしてすぐに大臣との対決に向かいました。どうやってその秘密のテクニックを習ったんだ。もう心配なさるな王子様。もし私の味方になってくださるのなら、多くの宝を差し上げよう。これは酒蔵だ。いやだ、味方にはならない。それに酒蔵が嫌いなんだ。何が望みなの。もうあなたのこと好きやないって言ったやない。大事なことを伝しなければなりません。もうあなたとは好きやないと言ったわよ。そうじゃないんです。大臣は2つの王国を裏切る計画をしているんです。両方の軍隊に私の王国の秘密戦いテクニックを教えていたんです。知っていたわ。いつも大臣のことは嫌いだった。それから大臣は臭いのよ。それから二人は話をし、それを王様に伝えに行くことを決めたが、しかし大臣は王様と共にいた。お前の裏切りを暴いたぞ。諦めろ。さもなくばお前を捕らえざるを得ない。なんて侮辱なんだ。王子に最も重い罰を与えよう。このように、この物語は終わりを迎えました。お姫様は、ごい平等。姫が私を嫌っているが、すべてを失っているわけじゃない。私にはまだ、これがある。王子様は、マンゴと。あの物を捕らえよ。捕らえ。終わり。